決定版、三大乃木坂に欲しかった、他の坂道メンバー。田村穂乃、正源寺陽子、上村里奈。これと同じような話題があったな。ついで、まあ、確か多かったのは森屋茜、菅井、穂乃だったな。斎藤冬香を挙げますね。森屋れなぁ。これ小坂ぐらいかな、乃木坂に来てれば、お笑いを強要されることもないし、センターを任せられる面の一人、って位置づけで過剰な負担もかからなかったのに、って思う。小坂、正源寺、森田、田村、レナー、かな顔だけで判断すると。小坂、ほの、かりん。森田ひかる、田村ほの。ハブ、村山、向井。森田ひかる、田村ほの、金村美久。森屋と松田子の代わりに、乃木坂ならどのくらいのポジションだったのか純粋に気になる。松田子の代はなんだかんだで、田村ゆくらいは行くと思う、森屋れなはそれより上かも。頼みのオードリーと里光がいないから無理、バナナマンと大倉にこびるくらいか。小坂、森田、長濱ねる、多分これが FA だと思う。高瀬真奈、斎藤冬香、小林由衣。小坂だけは欲しかった。小坂は日向坂にいながら遠藤と同じくらいの指標があるからな、乃木坂にいたら山下レベルだったかもね。平手でしょ。ある意味一番いらんわ。小坂って乃木坂だと何期なの?94期、田村と森屋は適性はあるな、正源寺は日向坂内だからよく見えるだけ、これは小坂もそうだけど。新3期。山崎天はセンターとしてのオーラがあるから欲しいけどな、ダンスもいいし立ち姿が素晴らしい、バラエティ力だと斉藤京子くらいしか知らないからそこくらい。森屋れな、上村里奈、金村美久。上村は顔だけ面の見本だろ、あんなの欲しいの川田ひな、長濱ねる、とりあえずおっぱいの平均カップ数を上げろ。他面そんなに知ってるだけすごいわ。